次に鈴木勝正君。委員長、鈴木勝正君。生活の鈴木であります。また今日も最終バッターになりました。一つよろしくお願いいたします。今日は日銀総裁お見えでありますので、まず総裁から1、2点お伺いをしてまいりたいというふうに思います。一つはアベノミクスの副作用といわゆる長期金利の低下に向けた日銀の決意と、こういうことであります。ちょうど今佐々木委員の質問に最後麻生大臣がですね、数字はほとんどがうまくいっとると、ただし、物事の裏にはっていうそういうおっしゃり方ではなかったんですが、多少の問題は、あるのかもしれないと、こういうようなニュアンスだったというふうに理解をさせていただきました。でそのいわゆる多少の、問題の部分をですね、やはり、私としてはお伺いをしてまいりたいというふうに思うわけであります。我が党は一貫してですね、アベノミクスによる、行き過ぎた金融緩和と、いうことに対して、必ず副作用が ありますよと、だからそれには十分注意をしてくださいと、こういうことを申し上げ続けてまいりました。最近の株式市場、それから為替市場、そして長期金利の乱高下、これはまさにですね、総裁が打ち出された、日銀が打ち出された異次元緩和の副作用以外の何物でもないんじゃないかなと、このように私は考えるわけでございます。市場っていうのはやっぱ生き物でありまして、なかなか机上の議論の通りいかない、そのことをですね、おそらく今総裁も痛感をされておるんではないのかなと、いうふうに思っておるところであります。その辺をぜひ聞かせていただければというふうに思うんですが、そうは言ってもですね、我が国の市場を撹乱をしている、いわゆるジェットコースター相場といいますか、この張本人というのは主に外国人投資家、それからいわゆる投機筋だというふうに思っています。総裁がですね、就任されたときにも市場のことをあまり聞きすぎちゃいけませんよと、市場のポピュリズムに陥ってはいけない、こういうことを申し上げたつもりであります。その意味ではですね、先月6月の11日であります、先日ですね、6月の11日の金融政策決定会合で日銀が現状維持を決定をして、安易に追加策を取らなかったと、いうことについては、私は一定の評価をさせていただきたい、このように思っております。特に市場から要望が強かったとされます、低利の資金供給オペの長期化は、これは金融機関に再び国債を買わせようというようなものでありまして、いわゆる中小企業への貸し出しには私は結びついていかないと、このように思い、決して有効な策とは思っておりませんでした。そういう中でいわゆる追加策をなさらなかったということについては、私は一定の評価をしておるということでございます。ただですね、やはりこの長期金利の上昇が先行しておるというこの状況はやっぱり看過できない、まさに副作用の部分だというふうに思うんですけれども、5月には一時 1% にまで到達をしたわけでありますが、現在が、おそらく 0.8% 前後ではないかなというふうに思いますが、銀行は早速ですね、これに対して反応をして、企業への貸し出し金利や住宅ローンの金利の引き上げ等に動いておるというふうに見ます。まさにですね、景気回復のいわゆる実感がないうちに国民の負担だけが増すという悪い金利上昇が現実のものとなっていると、いうふうに思うわけであります。日銀としてどのように長期金利をコントロールしていくのかと、いうことをですね、もっと明確に私は説明をすべきだというふうに思いますし、金利低下につけ向けたですね、強いメッセージを発することが必要ではないのかなと、このように考えるわけでありますが、総裁のご見解をお聞かせいただきたいと思います。黒田日銀総裁。
現在日本銀行が行っております巨額の国債買い入れというものは、何度も申し上げておりますようにリスクプレミアムを圧縮して強力な金利低下圧力を加える効果があり、これは買い入れが進むにつれていわば累積的に強まっていくというふうに考えております。これが一番重要な点ですが、もう一つは確かにですね、債券市場で一時ボラティリティが高まって、それが金利の上昇につながったのではないかということが言われる状況がございました。そこで日本銀行は市場参加者と密接に意見交換をして、4月4日の量的質的金融緩和の枠内でですね、執行部に与えられているフレキシビリティを活用してオペの頻度とか金額を見直して積極的に対応いたしまして、その結果次第に落ち着いてきておるということでございます。委員ご指摘のとおり長期金利につきましてはですね、何としても日本銀行として政策効果の浸透を図るために引き続き市場の状況を丹念に点検すること、それから市場参加者と密接な意見交換を行うこと、そして必要に応じて弾力的なオペ、その他国債買い入れについて最大限の努力を重ねていくということになるというふうに思います。鈴木勝正君。ここ最近のですね、株価や為替の大変目まぐるしい動きっていうのはアメリカのですね、要するに量的緩和政策の出口戦略をめぐっての私はその思惑っていいますか、だというふうに思うんですよね。したがってですね、6月7日でしたかね、5月の雇用統計、発表された前後にまた相場が動いたわけであります。でまさにですね、これからはこういった主要な統計が出るたびにですね、いわゆる、その市場が左右される右往左往という言い方が当たってるかどうか分かりませんけどね、ということなんですね。でここで私ね、総裁にぜひご理解をいただきたいというかお考えをいただきたいのはですね、普通はですね、アメリカのような大国の経済が良くなれば、これはいわゆる俗に言う株が上がるというふうに思うんですよ。ところがですね、ここは誠に奇妙な状況が出てまして、アメリカの景気が良くなる、そうするとですね、どういうことになるかっていうと金融緩和が縮小されると、そうするとですね、市場の緩和マネーが減っていわゆる投資しにくくなると、いうことで株が下がると、こういうことなんですね。でこれはですね、いわゆるその普通考えるのの全くあべこべというか、そんな状況が今出てるわけですよ。で、これはですね、ぜひ、総裁にお考えいただきたいというのは、我々っていうか我が国も日銀もいつかはこの出口戦略を取らなきゃならないんですよね。でまさにこれはその出口戦略の難しさというのはですね、今世相をといいますか株価や経済を指標をですね反映している、打ち出しているというふうに私は思うんですよね。したがって、いわゆるその部分をどのように、この出口戦略というものを総裁は今お考えになっているのか、そこを率直にお聞かせをいただきたい。合わせてですね、結局 FRB の出口戦略をめぐる思惑によっていわゆる我が国の市場が翻弄されとると、こういうことも言えるわけですから、例えば、バーナンキ議長とですね、意見交換を率直にされて、いろいろと意見をですね、交わされるというようなことも含めてですね、総裁は今どのようにお考えになっているのかお聞かせください。黒田日銀総裁。ご指摘のとおり、特に5月下旬以降ですね、海外市場の
動きなどを受けて、我が国の金融市場が不安定な動きをしておりました。その背景の一つとして、これも委員がご指摘になったように、米国の経済が順調に回復する中で FRB の金融政策をめぐる思惑が市場にこの予期せぬ影響を与えたというふうに言われております。翻って我が国の場合を考えますと、日本銀行は4月4日に 2% の物価安定目標をできるだけ早期に実現するように量的質的金融緩和を決定して導入したばかりでございますので、今の時点で出口戦略を議論するのは時期尚早だと思いますが、当然のことながら出口戦略のタイミングになりましたら、 2% の物価安定目標が達成されて、量的質的金融緩和というものをどのように修正するかというような議論が行われるような状況になりましたら、当然のことながら現在の米国の対応その他も十分参考にしながら適切な対応を取ってまいりたいというふうに思っております。なおバーランキ議長とはよく前からの知り合いでございまして、何度かお会いして意見交換もしておりますし、日本銀行のスタッフもさまざまなチャンネルで広く各国の中央銀行の当局者とは意見交換をしておりまして、今後とも経済金融情勢に関する情報交換、あるいは直面する課題について率直な意見交換を行ってまいりたいと、特に BIS 等の国際会議を通じて行ってまいりたいというふうに思っております。鈴木克彦君。勝正です。失礼しました。勝正君、次にですね、大臣にお伺いをしたいんですが、アベノミクスの終焉の時期と方法ということで、今総裁にお伺いしたことと関連をするわけですが、総裁は今出口論を議論する時期ではないというようなことをおっしゃったわけでありますが、私はしかし入り口があればですね、出口がどこに通じていくのかっていうのは考えていくのは私は当然のことだあると思います。ましてや一国の進路を決定する、いわゆるその最高決定者に近い、最高決定者だと事実は思いますけれども、麻生大臣がですね、どのようにここを考えてみるのか、私はぜひこの際伺ってみたいというふうに思っておるんです。で、いわゆるその金融緩和っていうのはコストのかかる政策だと私は思ってます。で、その旧態依然のですね、公共投資を第二の矢だと、いうような言い方で、俗に言う看板を書き換えて、続けて見える。それからいわゆるその株式市場への資金誘導と公共投資のためのいわゆるさらなる国債の増発と、いうようなことはですね、非常にこう両立が難しい、私は政策だというふうに思っています。で、結局これをやっていこうというと、先ほど申し上げましたように長期金利の上昇が避けられないと、いうことになります。そこで、結論はですね、どういう形でこういった状況を、水道の蛇口でもひねったらどっかで締めなきゃならないわけですよね。ひねりっぱなしってことはありえないわけでありますから、確かに総裁のおっしゃるように今その時期ではないと、その時になったら考えるということでいいのかもしれませんが、私はやっぱり、大臣として一国の本当に国民の生命財産、そして国家を預かっている大臣としてはですね、やはり先を見通したそういったどこへ出口をつけるのか、どこへ着陸させるのか、そういうやっぱりことをですね、ぜひ大臣から私はお伺いをしたいと
このように思いますが、いかがでしょうか。麻生国務大臣。このアベノミクスの始まった背景は、基本的にはデフレからの脱却です。これが最終ターゲットです。デフレから脱却してませんから、まだ。全く。したがって、デフレからの脱却のためには 2% のいわゆるインフレターゲットというものをオープンエンドでやりますということが日銀の意思でありますから、我々は基本的に 2% のインフレーションが着実ということになるんであれば、それは間違いなくディフレーションによるリセッション、不況からの脱却ということを意味しますので、そういう状況が目前になったということがはっきりした段階で、我々は次の方法として今のではなくて、今度はインフレーションが行き過ぎないように我々は考え方を変えていかねばならない。デフレーションに対する不況対策を我々は過去67年間一回もやったことはありませんから、したがってデフレというものに関しては日銀も分からなかった、財務省も分からなかった、誰も分からなかった、世界中やった人は経験者は生きていませんので、そういった状況に我々は最初に直面した国家なんだと、そう思ってこれに対する対応というのは生半可なことではできないと。これまでちょこちょこやったけどみんなうまくいかなかったんですから、したがって思い切ったことをやらねばならぬ、その覚悟で今回ここに臨んでおります。したがいまして、まずはデフレからの脱却がはっきりしてもらわない限りは、これの今の水道の出口を蛇口を閉めるというより、まだどれくらい脱出現なきゃならんのかという方がよほど心配なところなんであって、私どもとしてはディフレーションが終わらない限りは今の世の中の問題点というのは解決しないと思ってますので、その点にまずは目標を絞って、その上で対策を考えてまいりたいと考えております。鈴木勝正君。確かに現下デフレからの脱却が目的であるから、それのめどがつかないうちはということかもしれませんが、私が申し上げたかったのはね、やはりそうあっても、やっぱり長期戦略、先を見通してどういうふうな形に、なったときはデフレからの脱却っていうのはよく分かりましたけども、じゃあそれをどう終焉をさせていくのかと、いうところをですね、私はやっぱり常に研究し考えていっていただかなければですね、これはやっぱり一国の国民の本当に進路、一国の進路をですね、預かっていく立場として私はいけないんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ今言われるようにまだデフレの中だからそんなことは考える余裕はないよということを言ってしまえば、私はこの議論は始まらないと思うんですよ。だけども、だからこそ、今だからこそやっぱりどういうような形でこれを蛇口をですね閉めていくのかということをやっぱり私はぜひ想定しておいていただきたい、このことを本当に強く申し上げておきたいというふうに思います。もう一点お伺いしたいんですが、ちょっと現実的な話で恐縮ですが、高齢者の投資トラブルということについてお伺いをしたいというふうに思います。いわゆる過熱、市場が過熱してきます。そうすると、いわゆるその高齢者を中心にですね、投資トラブルが私は急増してくるんではないかというふうに思ってます。で、私は先般のですね、金商法の改正の質疑の時にもですね、AIJ や MRI の事案を踏まえて、不正を行った業態にとどまらない抜本的な規制強化の必要性を申し上げてまいりました。で、安倍政権の成長戦略では、新興企業などへの投資促進策として、インターネットを通じて一般の多数の投資家から資金を集めるクラウドファンディングを、そういう仕組みをですね、活用を検討されていると、このように聞いておるんですから、さらにですね、私はこれでその投資トラブルの温床になっていくんではないのかなというふうに思っております。機運に終わればいいんですけども、金融ビッグバン以降ですね、国の基本的な考え方は、まさに投資家の自由な判断に任せる、委ねると、こういうことだったというふうに思うんですが、多くの高齢者が、投資家の自由な判断に基づく投資だと
まあ、いう判断をされるというよりも、現実には銀行や証券会社のですね、言われた通りにしているというのが、まあ、私は実態ではないかなというふうに思うんですね。まあ、そこで、先日もですね、この SMBC 日興証券の社員が80歳の認知症の女性の弟になりすまし、他社の投資信託を解約させて自社の外債を購入させたという報道があったわけです。で、まあ、投資家の自由な判断という名目のもとにですね、結果的にこのシニアマネーを狙い撃ちするようなやり方が成長戦略にふさわしいのかと、まあ、いうことだと思うんですね。私は間違っているというふうに思います。まあ、ここのところをですね、まあ、現実の問題として大臣がどのようにお考えになっていくのかお聞かせをいただきたいと思います。麻生国務大臣。なんかシニアのリスクマネーを狙い撃ちするのが成長産業であるかのごときお話ですけど、それはちょっといかがなものかと思いますが、なんとなく言い方がそういうように聞こえるんでね、やっぱりこうなかなか気をつけていってもらわないと、これ議事力残りますんでね。先月、先般閣議決定をいたしました、いわゆる日本最高戦略というものの中で、いわゆる家計におけます金融資産、そういったものをはじめとするいわゆる国内の金融資産というものが1500兆とは超えておりますので、そういった意味ではいわゆる新規とか成長企業へのリスクマネーというものを強化する施策っていろいろ盛り込ませていただいたことは確かですが、その中でいわゆるシニアマネーを狙い撃ちするかのごとき話は中に書いてあるというわけではありません。まず最初にお断りしておきます。で、金融庁としていたしましては、これはもう金融商品取引業法というのはきちんとしたものがありますので、これはいわゆるまともな投資を行うようにしないと、なんとなく怪しげなこう話で儲かりますよって話、だいたい今頃儲かりますよって話で引っかかる方がおかしいと、今頃儲かる話がないんだからといった有名な投資家がおられたのが非常に私には印象的だったんですけれども、ぜひそういった意味ではきちんとしたフォローアップをやっていかないと、その点一回儲かってもそれ一挙に信用を、その会社の信用がなくなりますから、そういった意味では丁寧な対応をやってもいただかないと、今後のお宅の会社の信用に関わりますからということも大事なところだと思っておりますので、いずれにいたしましてもご指摘になりました高齢者を特に言っておられるんだと思いますけど、それの金融商品の販売に関しましては、これはいわゆる投資者保護ということが一番大事だということを言っておられるんだと思いますが、今ニーサって日本版アイサです、アイサのことですけれども、こういったようなものを新たにこういうものという形で、少なくともただただ現預金でじっと持っておられるのではなくて、確実な投資としてこういった形のものはいかがでしょうかといった関心を持っていただかないとどうにもならんと思っておりますので、日本版アイサーを始めさせていただいたりしたというのがこれまでの経緯であります。いずれにしてもこういったような昔と違ってて、1930年代のデフレと違って個人企業がいわゆる資金を持っているというのが70年前と全く状況が違っているものなんだと私どもにはそう見えます。従いまして、そういったものを含めてその金がいかに動くようにするかというのを考えねばならんというのが、このデフレ脱却にあたって一番大事なところだと思っております。はい、時間が参りました。はい、次回は広報をもってお知らせをすることをしまして、本日はこれにて散会をいたします。